7時をまたいでニュースを掘り下げるニュース7時またぎ、こちらのテーマです。 G20 財務省中央銀行総裁会議が開幕。日本とアメリカ、そしてヨーロッパの先進国に新興国も加えた20カ国地域 G20 は23日ワシントンで財務省中央銀行総裁会議を開きました。ブラジルが議長国を務め、日本からは加藤勝信財務大臣や日銀の植田和男総裁が出席し、初日23日は世界銀行など国際開発金融機関の機能強化に向けた工程表に合意しております。そして24日は世界経済が物価高を抑えながらソフトランディング軟着陸に向かうかどうかを点検するということだそうです、世界経済の足元、これからジョシさんどうなんですか。いや、まさしく今踊り場というか、もともとアメリカの経済が悪いと思われていたら、実はそこそこ、そこがたいということで、金融市場もちょっと先行きが見通せないというか、なかなか強弱両方のデータが出てるんですけども、この G20 もそうなんですけど、このあと G7 の財務省会議があって、この財務省会議って結構重要で、ここで議論されたことがそのまま G7 の首脳会議に、反映されるんで、ここでの議論は非常に大きい。で、一つの大きなテーマが、はい、その低所得国への支援になってるんですけども、これはまさしく今ブリックス、先ほどお話があったブリックスと併合して、いわゆるこのグローバルサウス国の、まあ、取り込みですよね、うん、お互いの勢力がどちらを取り込んでいけるかっていうことが一つ今裏では、表立っては言わないんですけども、裏で、こういうせめぎ合いが起きてるっていうことですね。あれですかね、まあ、足元世界経済全体としては、はい、IMF の見通しとかもそうなんですけど、大体 3% 台前半ぐらい でほとんど2024年25年も変わらないっていう感じになってるんですけれども、やはりその、まあ、IMF の見通しに関して言えば、前回対比でですね、はい、アメリカが2% 台、まあ、後半前半みたいな形で、以前と比べるとかなり強いなっていうのが明確になってます。で、一方で先進国の中でいうと日本とヨーロッパ、はい、まあ、ここが見通しが弱いっていう形になっているわけですね。で、ブリックス等々についてみれば、やっぱり中国の弱さっていうのがこれが際立ってきていると、はい、まあ、こんな展開なので、かなり国ごとによってはばらつきがあるなっていう印象です。で、まあ、全体的にやっぱり軟着陸の傾向が強まってるっていうことなんだと思うんですけれども、一方でまあリスク要因みたいな話も根深くてですね。で、まあ、その一つがやっぱり利上げをアメリカがこれだけやっている中だと、そうするとまあ新興国等々のその金融不安とかですね、まあ、そういうリスクっていうのはこれまでにおいてはずっとあったので、やっぱりそこら辺がなかなか消えないなっていうところはあるかなっていう気がしますよね。あ、新興国からすると、うん、こうアメリカの利回りがいいんだったら、はい、新興国に入ってる資金を引き上げてアメリカで運用してた方がいいだろうみたいな、うん、そうですね。あと、まあ、債務負担みたいなもんそういったところも顕在化しますし、やっぱり、うんうんうん、そのあたりの不安感というのは根深いと思いますね。ジョシさん、まあ、この先何かリスク要因というと。いや、もうリスク要因はどんどん高まってる、はい、特に直近で言えば、まあ、地政学化リスク、中東ですよね。ウクライナ問題もありますけど、今中東の、はい、この対立激化、下手したらこれ第5次中東戦争で、そのようなことになった場合、これ日本にも多大な影響、つまり原油が入ってこなくなる、はい、そして原油プラスガスが供給がされないと、最悪の場合計画停電、日本経済にとっても大きな打撃、ですので、さらにそこに加えて今問題になっているのが、まあ、今回 G7 でも話される気候変動とか、災害リスク、あるいは感染症、はい、これによって、その低所得国が、さらに財政圧迫、されてしまうと、これをどう支援していくかという、いろんな課題問題が山積してますよね。そうですね。まあ、現状について言うとあれですよね、はい、やっぱりエネルギー価格あまり上がっていない、むしろ下がり気味みたいなところがあって、でそれは一つは、まあ、紛争があったとしてもですね、結構、まあ、中国を中心に世界的なエネルギー需要が弱いっていうところなんですけれども、ジョセさんおっしゃるように、そのなんですか、カタストロフィーみたいな話が起きると全然話は別になってくるんです。
ですよね。だからそういうリスクっていうのが、まあ、テールリスクみたいなものっていうのを、うん、これをどう考えるかっていうところが重要になってると思うんですね。テールリスク、はい、起こることは稀だけれども、起こっちゃったら大変なことになるよみたいな、そうですね。で、あとはやっぱりこう、世界経済全体として見た場合に、はい、こう、全体の共通課題をしっかり議論するような枠組みっていうのが、なかなかうまく機能してないんですよね。うん、まあ、G20 もそうなんですけど、はい、やっぱりたくさん集まってるんだけども、なかなか利害関係があって、うん、一つの方向感に議論が収束しないと。で、やっぱりこういう状況で気候変動とか、はい、災害対策とか、そういったようなものがいろいろ深刻化してくると、より、まあ、課題として難しいなっていうことにはなってるんですよね。で、先ほどテールリスクおっしゃいましたけど、はい、まさしくその確率は低いんだけども、はい、起きたら大変なことになるっていうのは、まあ、ちょっとすいません、直近でこれだけ言わせてほしかったんですけど、どうぞどうぞ。典型的なテールリスクは DNA ですよね。確率は少ないけど優勝してるって、そういうことを言ってるんですよね。いやー、確かにね、すいません、真面目な話で再び蒸し返して、リスクが、まあ、ファンからしたらね、ちょっとどうしても抑えきれなくてごめんなさい。むしろこう我々にとって阪神や巨人にとってはテールリスクですね。テールリスクでしたね。いやー、そういった意味では戸柱選手が本当にテールリスクで、はい、本当ですこんなに打つのみたいなね。すいません、ごめんなさい。じゃあよかったのに、みたいなね。まあでもね、いろんな考え方が、うん、理解の仕方が、ということで、まずはね、ニュース7時またぎ G20 の財務省中央銀行総裁会議を取り上げております。7時をまたいで、世界経済について掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ日本放送です。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさん、元日銀審議員エコノミスト片岡剛志さんです。改めましておはようございます。おはようございます。続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。 DNA の話ですよ、はい、ジョセフさん、はい、まだやるんですかもう片岡さんがそりゃそうですよね。片岡さんが続きなのでね、別にいいんですけど、はい、メールが来てましてね、女性56歳横浜市ウエストロールさん、ベイスターズのデータの考察素晴らしいですが、ジョセフさんがスタジアムで観戦した時の勝率はどのぐらいなんでしょうか。あたたのハッピー森永康平さんの観戦勝率 2% だそうですと。これ痛いとこ疲れましたね。痛いところ、結構低いんですよ。低い、やっぱり、うん、だから日本シリーズは行きません、はい、行かないんですか。家で崎陽軒のシューマイ食べながらビールと観戦しますやっぱり、うん、ちょっとね、ダメなんですよね。あるあるある、勝つとこ見たことないんですよ、あんまりでもあれですよね、 DeNA じゃない球団の目線で言うと、はい、やっぱり横浜スタジアムでの DeNA 戦って脅威だと思うんですよね、うん、あの DeNA 中日戦のあの寂しさ、はい、寂しさ、あの毎回のように圧をかけられるあの感じはやっぱりホームのスタジアムとしては最強だと思いますけどね。いやでもね、まだいい方なんですよ、はい、僕は、はい、あの太陽ホエールズ時代の川崎球場で、川崎球場時代わけです。もうね、選手の方が観客より多いぐらいのねもう殺伐とした、あの時代から見ると、はいはい、もう今はねすごいですよ。まだ緑とオレンジの太陽ドリームとか時代ですよね。そうです。シピンが心を巨人に売った時のね、ひげを剃った、そうです、はい、あの時代から見てますから、それに比べるとね、まあ、全然大丈夫ですね。その中で平松正義さんが投げてたクリソリシュート、はい、いや懐かしいですね。懐かしいそう、覚醒の感があるじゃないですかいや本当ですよ、ね、本当横浜スタジアムは、うん、あの演出も含めて、うんうん、アウェー感が半端ないですよね。半端ないですね。岡田監督がよく文句言ってましたもんね。そうです、何やこのこれにソフトバンクが飲まれて、波に揉まれて、でもう陸に上がってヘトヘトになるわけですヘトヘトになる浜風のね、これ洗礼を受けるわけですなるほど、はい、まあ、その辺のね、こう音の変化もぜひラジオでお楽しみいただければと思います。明日、夕方5時50分から日本総ショーアップナイタースペシャル、横浜スタジアム日本シリーズ第1戦 DeNA 対ソフトバンク、里崎智也さんの解説、実況は山田徹アナウンサー。里崎さんといえば、うん、
3位からの下克上の時ですよ。そうですよね。正キャッチャーですからね。日本シリーズで3位からか優勝したチームは唯一マリーンズなんです。マリーンズですよね。そう。半年間番組やってたことがあって、佐藤さんと。もうね、あの時の日本シリーズは笑いが止まんなかったってですよ。向こうが勝手に崩れてるからさって言って、その相手が確か中日だった。いや、そうですね。なんかね、惑星直列のように繋がりますよね。本当。ね、やっぱり。話題がね。ちょっとね、お話を聞いてると本当になんか、いや、またこれ日本シリーズも優勝みたいな。ねえ、本当、ね。感じになっちゃいますけど、本当なのかどうか。どうなのか。はい、あるいはね、うちみたいにですね、ロッテ相手に33対4で負けたことがあるんですよ。うん、日本シリーズ、うち4点しか取れなかったのに、ロッテに33点取られたっていう、ね、2005年のシーズンもありましたんで。いや、僕の予想は、4-3 で DeNA ですけども。はあ、0-4 で負ける場合もあります。どっちかだと思います。DeNA が日本一になるとしたらもう最後までもつれて。もう最後までもつれるでしょうね。ガツガツ打って。はい、楽しみにしております。楽しみです。はい、さあ、お二方とですね、では経済についても少し少し少しで、はい、もう4分半やっちゃったからね。2、3分になっちゃう。このね、G20 の話の中でも先ほど環境に関してのね話がありましたけれども、もう一つ用意していたのが温室効果ガスの排出量が過去最多になったということで、うん、まあここら辺というのはまさにそう新興国と先進国がまあぶつかり合うと、まあ南北問題みたいな話ですよね。それからやっぱりアメリカ中国を中心とした、うん、国々が何とかしないと、まあ、世界全体としては何ともならないわけですよね。本当に。ただまあこの2つの国々というのは CO2 排出量削減に関しては後ろ向きなので、はい、まあちょっとどうしたもんかなというところありますよね、うん、それからやっぱり新エネルギーないしはそのエネルギー源の問題ってやっぱりテクノロジーの進化が大事だと思うんですけど、うん、ここのブレイクスルーを現状今世界は、できていないので、はい、まあ、そういったところがあれですよね、こう世界経済全体の潜在成長率の低下とか、持ち上がらないみたいな話とか、なかなか世界経済全体の成長率が高まらないみたいな、そういったところの一つの要因にもなってますよね。はい、でも一方でエネルギー需要だったりとか電力需要っていうのはこれから先どんどん伸びますよね。いや、もうこれ AI とかデータセンターの需要でどんどん伸びていくということはもう間違いないんで、でこれちょっとまあデータはさておき、はい、この10月末でこの暖かさっていうのは、うん、そう異常ですよね。だから、データだけで、この温室効果ガスの問題じゃなくて、肌身で感じるんで、うん、ものすごい個人的な危機感を、このままでいいのかと。なんか長期データを取ると、はい、やっぱり2000年代ぐらいから傾きが明確に変わってきちゃったんですよね。だからそのことで、その平均気温が 3.1 度、はい、まあ、偏差としてはずれるみたいな、そういう格好にもなってるわけですけど、おっしゃるように、まあ、日本もこんな感じですけど、やっぱりヨーロッパとかアメリカとか、もう全然変わってきちゃってますよね。ハリケーンの威力とかとんでもないことになってますね。いや、まさしく災害とか、実はね、農家の方と話して、はい、こういう災害とかハリケーン、台風ってよくあるんだけど、近年、なんていうんですか、ひどさ、乱高下の波が激しいと。あ、だこれやっぱり気候変動によるものだって言ってましたね。まあね、気候変動いろんなこう見方があって、それこそ上がったり下がったりも、これサイクルの中なんだっていうことも言われますけども、やっぱり傾きが変わるっていうのはサイクルからは異常値になってきますか。まあそうですね。で、当面この影響は続くであろうと。で、やっぱりその変わった時にコストがかかるわけじゃないですか。はい、電力コストもそうですし、災害に対応するコストも必要なので、まあそうするとそれをどうやって耐えるかって話もあるし、やっぱり政府とか、まあ公的機関にとってみると、それに対するお金をしっかり供与しないと、まあこの、問題にはなかなか対処できないっていうことだなと思うんですよね。温室効果ガス排出量過去最多、まあ、この先中に気温 3.1 度上昇する可能性もという、国連の環境計画の報告書、をベースにしてお話をいただきました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。総選挙で株価はどうなる。
昨日の東京株式市場は日経平均株価が4営業日ぶりに反発しました。終値は前の日と比べて38円43銭高の 38,143 円29銭。27日に行われます衆院選の投開票を控えまして、選挙結果を見極めたいとのムードが市場に広がったようで、積極的な取引が控えられ、方向感の出づらい値動きだったということです。まあ、4営業日ぶり反発といってもね、かなり微々たる高値ということでありました、これ選挙と相場ってのはどうなんですか。いや、密接につながっていて、で今外国投資家からものすごい毎日のように電話が上がってきて、でやっぱり外国投資家が求めてるのは安定政権、それによって政策が打たれやすくなってくるので、政局不安というのは非常に株価にとっては良くない、で少なくとも2012年の安倍政権以降はもうほとんど株価は選挙後に上がっていく、今回だけは初めて、政局不安なんで、非常に、投資家層の間では、緊張感というか、不安が広がってるということだと思いますね。そうですね、まあ、不安感をね、やっぱり醸成している部分はありますよね。だから、まあ、これは本当にその投票率の兼ね合いとかもそうだと思うんですけど、はい、やっぱりメディアが報じているようなその選挙見通し通りになるのかならないのか、まあ、ここら辺が一つのポイントにはなると思うんですよね。はい、ただあれですよね、やっぱりこう、まあ、自公が仮に過半数を取れないとしても、はい、まあ、大負けをしない限りはやっぱりこう、まあ、立憲さんとかそういったところの影響力というのは最小限にとどまると思うので、はい、まあ、当面はその石破政権の現状の方針が続くような展開になるんじゃないかなっていう気は個人的にしてるんですけどね。おー、まあ、政権発足直後に日銀のまあ植田総裁とも石破総理会って、はい、でこれ、まあ、今までの経済政策をまずは続けるっていうのはこれイメージなんですか。そうですね、まあ、ですから岸田さんのやっておられたことをまずは踏襲しましょうと、はい、そういう話なんだと思うんですね。まあ、実は、石破さんは多分岸田さんとは違うんだと思うんですけれども、とはいえもともと持ってる持論としてはですね、まあ、そういうね、実態はともかくとして、まあ、当然岸田さんの状況を踏襲しようと。ただ私自身ポイントは来年かなと思ってるんですよ。来年、はい、うん、で一つはやはり、まあ、はい、来年の6月あたりに骨太方針が出てきます。で、まあ、そこの中で例えば財政健全化に向けたですね、はい、スタンス方針目標、これを変えないといけないと、うん、まあ、5年後どうするんだみたいな話が当然出てくるわけですけど、まあ、そこでどういうふうな、議論が出てくるのか、自民党はスタンスを取るのか、まあ、禁止的な方向に舵を振るのか振らないのか、まあ、ここはあります。でもう一つのイベントは来年の夏に参院選ありますよね、はい、だからあんまりひどい、まあ、景気に対してひどいことをやってしまうと、そうすると参院選自民党また再び負けるんじゃないかと、こういう話になるので、やっぱりこの骨太方針、それから参院選、はい、ここを見据えて何をするんだろうかっていうところが、これが不確定要素でもあり、まあ、相場という意味においてもですね、ちょっと心配なところかなという気がしますね。今まさしくおっしゃった通りが重要で、はい、でこれ石破政権が倒れるっていうか基盤が弱いと、はい、骨太方針もまとまらない、参院選で負けると、これ2012年以来のねじれ国会、はい、でそうするとまた昔の日本のように毎年総理が変わるようなこういう状況に戻ってしまうと、これは日本の経済及び金融市場にとっては最悪の状態なので、これだけはぜひ避けてほしいですけどもね。これ衆参がねじれるっていうことになると、まあ、予算そのものは衆院の、ね、優越で通っていくけれども、そのこう付属する法律、それこそ赤字国債出せないとかって、はい、かつてはそれで揉めたりとか、日銀総裁の任命ができないとか、うん、結局その時の総理が法案通す代わりに身代わりになって辞めていくとか、うんうんうん、はい、あるいは何もできないので、辞めなきゃいけないところに追い込まれて、うん、そうすると毎年毎年総理が変わって政策転換で、うん、投資家からしても何が
その継続されてるのかわからない、うん、この不透明状態が、まあ、状態化するとね、不透明になる、はい、これが一番金融市場にとっては最悪です ね、うん、ですね。あとはまあ選挙後に石破政権がどういう感じでまとまるのかまとまらないのか、うん、まあ、ここも注目どころですよね、うん、はい、なんかね、あのいろいろさまざまな報道を見る限りだと、はい、なかなかまとまってないというか、あの不安定だなっていう感じがすごくするので、そうすると、はい、まあ、選挙結果を受けてもう一回ガラガラポンとかっていうのもあるんじゃないかなっていう気もちょっとしますけどね。総裁選であったりとか両院議員総会であったりとかっていうようなね、はい、そうですね。これ、まあ、あの石破さんご自身の、まあ、持論というか、まあ、過去のこう発言等々を見ると、はい、やっぱりこう利上げだとか引き締めの部分も、うん、はい、あるいは財政規律をこう重視するんだと、はいはい、いうこともこうおっしゃっていたと、はい、で、まあ、あの今現状の自民党の公約を見ると、はい、まあ、基本的には経済は、はい、重視するんだと、ね、まあ、今まで通りという形です、はい、で一方で立憲民主党は、はい、金融緩和には非常に懐疑的な部分が、はいはい、まあ、野田さんなどが持ってらっしゃると、ね、はい、だから経済政策もこれ結構論点はここいろいろありそうですよね。そうですね。だからあの石破さんが自分の本来の考え方、はい、を貫こうとすると、まあ、これ立憲さんと非常に近い政策観なんだと思うんですよね。で、まあ、今回例えば自民党に対して、まあ、立憲民主党に投票することでお給を据えましょうと、はい、まあ、そういう展開になると、そうすると自民党さんの票がそのまま立憲さんに行くわけなので、まあ、ここはあの 自民党と立憲合わせた票全体感は変わらないと思うんですよね。で、まあ、そういう展開になっちゃうと、そうすると多分、最終的には緊縮的な動きが強まる可能性は高いなと。で、そこら辺の話をやっぱりあの見る上で一つのリトマス試験紙は、はい、私来年の3月あたりに、まあ、今日銀でいうところの足立審議員が退任されるんですね。で、この審議員の次の後任問題、はい、ここがどうかなっていうところも一つ重要なポイントかと思いますね。うーん、足立さんはもともとリフレ、うん、まあ、最近ね、ちょっとあのどちらかっていうと中間派っぽい立ち位置を取っておられると思うんですけど、はい、ただまあ最近のその発言とかを見てもですね、やっぱりこう、利上げに対しては非常に慎重なスタンスをおっしゃっているので、うん、まあ、そういう意味においてはやはりこうちょっとこう現状の執行部の方針とは少し違うのかもしれないですよね、はい、でどういうスタンスの、審議員の人を選ぶのか、はい、によってやっぱりあの石破さんの、考え方というのは透けて出てくるんじゃないかなって気がするんですけどね。足立さんは審議員の就任の前は、まあ、証券会社にお勤めでいらっしゃいましたけど、基本的にはエコノミスト枠というような形のイメージでいいんですか、うん、そうですね、はい、あの一つ片岡さんがいらっしゃるんであれですけど、はい、やっぱり市場から見ると、はい、今、まあ、これ常にあのアメリカでも問題されるんですけども、難しいのは市場とのコミュニケーション、うん、で今ね、まあ、上田さんもそうなんですけど、非常にマーケットと日銀とのコミュニケーション、意思疎通がものすごいずれていて、で上田さんも6月会合はハト派だったり次、はい、タカ派になったり、このブレが市場がついていけない、うん、そして上田さんが10月2日に総理と会って会見して、うん、の発言とその後総理の発言が食い違うとか、うん、政府と日銀が一体になってない、市場から見ると一体立ち位置はどこなんだっていう、うん、そういうクレディビリティの問題も今上がっていて、うん、なるほど、いろいろ日銀上田さんも大変だと思いますね。あの私自身いくつか理由があると思うんですけど、はい、上田さんの政策感というか、うん、経済を見る目線自体が結構ブレブレなんですよね。だから、まあ、アメリカ経済次第だみたいなことをおっしゃったりとか、うん、あと、まあ、物価の先行きについても、うん、あの非常にこう、見るのが難しいみたいな、うん、そういうことを言っていて、これは一つその通りな部分もあるんですけれども、うん、とはいえそういう状況の中でも基本的な方針をしっかり伝えるってことが大事だと思うんですね。だからそこが多分コミュニケーション能力っていうことだと思うんですけど、やっぱり学者出身の方だと、はい、正確性を重んじると、なんかそういう割り切りとかですね、なるほど、こっちだっていうのを、あとから現地取られたりとかしたくない、はい、分かりやすく言いづらいみたいなところもあるかなと思うんですよね。でもやっぱそうするとね、今まではある意味のフォワードガイダンス的な、うん、あの先にこうやるからねって言っといて、うん、だから安心してね、信頼してねっていう、うん、こうタイプだったのが、うん、あれ分かんねえなってなっちゃいますもんね、うんうん、
うん、おっしゃる通り、本来フォワードガイダンスの父であるはず上田さんが、はい、全然マーケットがもう困惑しちゃってるんで、そこのやっぱり先行き、あのメッセージ、うん、サプライズをなくしていくっていうのは一つ中央銀行としての役割だと思いますね、うんうん、困惑の源になってるんですか、うん、なるほど。あとマーケットの見方として、まあ、かつては、ね、インベストに来たとかありましたけど、今石破さんの経済政策と何かあるんですか。今石破さんそれどころじゃないですよね。そっか、腰据えてインベストイン市場なんて言えた義理じゃないんで、まず選挙を乗り越えないと、あの月曜日いない、いらっしゃらないかもしれないので、ちょっとそこをマーケット見てる、はい、うん。おはようニュースネットワークでした。続いてニュースプラスワン、こちらのテーマです。アジア開発銀行の総裁選、神田前財務官のみが立候補、信任投票へ。アジア開発銀行は24日、次期総裁選について、日本政府が擁立した前財務省財務官の神田正人内閣官房参与のみが立候補したと発表しました。今月28日から11月27日まで信任投票が行われ、11月28日に結果が発表されます。神田さんというと前財務官、いろいろこのね為替介入で、うん、名前が出てきたし、顔も覚えてるという方もいっぱいいらっしゃると思います、はい、ご存知ない方もおられると思いますけど、まずこの ADB の総裁ってのはもう、ずっと通例として日本がなるっていうことが、はい、決まってますので、はい、まあこれ自体は驚きではないんですけども、うん、神田財務官はもう財務官僚の中でも稀に見る実力者、で国際、交渉をもうこの、はい、財務官の時4年近くやって、来られたんで、まあ、これほど、適任な方は、おられないと僕は思いますので、非常に日本にとってはいいニュースだと思います。これね、財務官の方がその後 ここのポストにっていうのは結構ありますもんね、はい、今いらっしゃる浅川さんという方も元々財務官、まあ、通常財務官がそこに横滑りするっていうのが普通ですね。そうですね、はい、なんかニコニコしてますね。いやあんまりなんか、はい、そのなんていうんですかね、ここら辺はもう指定席なので、はい、まあ、もちろん信任投票とか、そういった話もあるんですけど、他の候補者も立候補されないわけですし、はい、まあ、これはある意味決まっている話なんだと思うんですよね。だから、まあ、神田さんに関して言えば、やっぱり私自身も何度かお会いしていますけれども、ほうほう、まあ、非常に推しの強い方で。推しの強い人、あれですね、まあ、ソフトというよりかは、やっぱり言うべきことはしっかり言うぞと。そういう感じの方ですね、まあ、財務官としても何度も為替介入されたりとか、はい、もう絶対市場の言うことには俺は屈しないぞと。特に過度な変動は許さんというようなね、そうそうそう、やっぱ過度な振らせ方をするようなヘッジファンドだとか、そういうところはしっかり言うんだよと、で結果出してますので、まあ、はい、海外、投資家から見ても、家に一目を置く存在。僕もよくご存知ですけど、喧嘩越しじゃないんだけども、はい、非常に強い思いを持って、その、積極的に、政策を打って出る方なんで、うん、まあ、そういう方がアジアの、ADB、アジアの、まあ、そういう財務、管理というか、はい、財政、行政につくってことは、非常に僕は、いいことではないかと思います。まあ、あれですよね、ADB としては、やっぱりその、中国の一帯一路、うん、まあ、これによるいろいろな、ODA 案件とか、はい、まあ、そういったようなものに対して、アジアの国々にとっての、まあ、必要な投資とか、公共投資とか、うん、まあ、そういう話も、まあ、やっていく必要があるので、やっぱり非常にこう、そういう意味では影響力大きいんですよね。まあ、私の、知ってる方でいうと黒田総裁とか、黒田前総裁ですかね、日銀の、はい、ADB の総裁やっておられましたけど、そうですね、やっぱりまあ東アジアの国々とか その ODA 関係の投資とか、まあ、インフラ整備とかですね、そういったところに果たす役割大きいので、まあ、こういうところの舵取り役、はい、といったものがやっぱり神田さんにはですね求められるんじゃないかなと思います。あともう一つ注目すべきは、はい、2028年この ADB の任期が終わるとともに、日銀総裁っていう可能性も
ありますので、まあ、他に誰が出るか分かりませんけども、はい、一人の候補者であることは間違いないと思いますので、注目していくべき人物ではないかと思いますね。そうするとまさに黒田さんと同じステップを踏んでいく感じになる可能性はあります、そうですね、まあ、どういう、ね、展開になっているのか、はい、2028年がね、まあね、国会の合意人事ですから当然時の政権の意向とかそういうものも入ってくるし、はい、もちろんです、で、まあ、神田さんのその、ね、一元孤児っていうようなところがあると、これがマーケットコミュニケーションが、でもそもそもマーケットコミュニケーションしながら財務官でやってきたわけですもんね。そうです、ある意味マーケットコミュニケーションうまいですよね。手の内を簡単に見せない、はい、だけどちゃんと言ったことをその後やるので、マーケットとしては無視できない、口だけの人ではないっていう印象をつけてるんで、はい、そういう意味では一つ、財務官僚としては一つの、まあ、道筋をつけてるっていうか、やり方を見せた人ではないかと思いますけどね。日銀側としては手強かったんですか。まあどうなんでしょうね。そう、なかなか言えないです。なかなか言いづらいですね。言いづらいですね。続いてこの時間はここだけニューススクープアップ。アメリカ大統領選の世論調査、経済運営の信頼感ではトランプ氏がわずかにリード。イギリスの新聞フィナンシャルタイムズが24日に公表したアメリカ大統領選の世論調査によりますと、経済への対応で共和党候補トランプ前大統領が民主党候補ハリス副大統領をわずかにリードしているという結果が出ました。経済運営でどちらの候補がより信頼できるかについて、登録有権者の 44% がトランプ氏と回答、ハリス氏は 43% だったということです。ただ一方でトランプさんがかつて政権時代にヒトラーもいいことやったっていうことを言ってたんじゃないかみたいなのが、これ普通だったら衝撃的なんですが、ジョセフさんどうなんですか。あんまり響いてないですね。やっぱそうなんですね。有権者には昔のことだし、はい、で有権者にとっては今経済情勢はどうなのかっていうところで、やっぱりインフレで苦しんでいる、ってさっき言った体感インフレ、だからデータはインフレ鎮静化にもかかわらず、感じるインフレは全然まだ引いていない、その不満怒りが、このデータに現れていて、でファイナンシャルタイムズの大体 44% 対 43%、はい、経済運営に対して、他の世論調査を見るともっと開きあります。あ、だから経済においては圧倒的にトランプの方が、運営に長けてるっていうのが、有権者の認識なんで、そこが選挙の争点というか投票の最大のポイントとなるならば、はい、トランプが有利になりますね。どうですか。いやね、これトランプさんの場合ですと、法人税減税やりますと、はい、それから、その財源みたいなところについてはやっぱり関税引き上げますっていうことを言っていて、ある意味中国等々に対する、対立感を強める、でそこの中で、自国の矛盾みたいなものを、これを他国に対して、攻撃的な姿勢を取ることによって、解消していこうと、こういうスタンスを取ってるわけですよね。で、現状の政策を見る限り、これなかなかコストプッシュ型インフレの解決策にはならないなっていう感じがするんですよね。むしろハリスさんがおっしゃってることの方が比較で言うとコストプッシュインフレの解決策になりそうだなと思うんですよ。で、そういう意味で言うと FRB は、物価がコストプッシュインフレでなかなか下がらない、こういう環境の中で、日銀も同じなんですけど、難しいこう政策運営をやっぱりしないといけないってことでしょうね。あんまり利下げしすぎちゃうと、はい、実際の物価上がっちゃうので困るし、だといって利上げをしちゃうと景気悪くなっちゃうので、そうすると余計と生活が苦しくなっちゃうと。でここでトランプさんあれですよね、中銀に対してもかなりね、はい、こうジャブを、やってるわけですよね。利下げするんだと、はい、あるいはもうトップも変えるぞぐらいのこと言ってますよ ね、 で、あとはやっぱり対外的な圧力みたいなところで言うと、日本に対してどういうことを言ってくるかなっていうのも気にはなってます。例えばドル安政策を施行したいんだけども、ドル高になっちゃうんですね多分ね、そうするといやそのツケは、例えば日本に対していや円高になるようにもっと頑張れみたいな、でそういう話を言うと、やっぱり80年代のプラザ合意とか、そういった時に起こったようなことを、私とかは想起しちゃうんですけどね。あ、
あのプラザ合意の時っていうのは、うん、まあ、内需を喚起してくれよというようなところで、うん、まあ、そうですね、マイクロレポートとかね、そういったものが出てきて、はい、で、国内需要喚起、まあ、利下げをして、うん、で、それがある意味バブルの温床になった部分がありますので、はい、ただまあ今の現局面だともっと内需拡大した方がいいと思うんですよね、うん、日本経済にとってみると。ただあれですよね、石破さんがトランプとどこまでやり合えるのかなっていうのが、まあこれちょっとね、そういう姿が僕は個人的にあんまりこう見えないんですけどね、はい、しかもこれ円高やれって言った時に、分かりました、じゃあこっちも利上げしますみたいなことになっちゃいませんか。これ一つそのトランプハリスの経済影響を測る時に、はい、誰が大統領になるかだけではなくて、一つは議会がどうなるか、うん、でこれがねじれ議会だと、うん、予政法案が通らないので、はい、トランプの減税もできないし、ハリスの増税もできない、うん、ですから議会の状況をまず一つ見る、うん、それから二つ目は、はい、その閣僚に誰が入るか、はい、で例えば今言われてるのは片岡さんがおっしゃったドル安政策においては、前の通商代表のロバート・ライトハイザー氏が財務長官になると、はい、そういったドル安政策を推し進めてくる、うん、くしくもライトハイザー氏はレーガン時代で、はい、通商副代表をやっていて、プラザ合意を交渉した人物なんです、うん、あれを知ってるんですね。だからそういう可能性もあると。ただ片岡さんもおっしゃったように、通常のトランプの政策を見る限りではインフレ助長なんですよね。だから貿易赤字を減らしたいのでドル安っていうふうにしてくるかどうかっていうのが一つ注目点ですね、はい、これ、まあ、激戦7州と、ね、呼ばれるところが、はい、ポイントだということが言われております。で世論調査を見ると、はい、ちょっとトランプさん有利が傾き出してますよね、うん、はい、トランプさんの方に傾いてますよね。いろいろ問題があるんですけども、一つはそのインフレですね、もう一つはハリス氏が男性票を取り込めてない、うん、特に黒人男性、おだからそのちょっとマッチョ感がないっていうか、女性に対しての、まあ、偏見ではないんですけど響いてこないと。で3つ目が中東なんですよ。で面白い、前にこの番組でも言ったかもしれないですけど、実は今中東情勢に対してバイデン政権が揺らいでますよね、はい、で、うん、アラブ系の有権者が不満を持っていて、で実はアメリカで最もアラブ系住民が多い州がミシガン、お7つの激戦州の一つなんです。でそこがひっくり返ったでしょ、うん、はい、だからこのまま中東情勢が悪化し続けると、やっぱり激戦州、特にミシガンの情勢はハリスにとっては不利になりますね。なるほど。ここだけニューススクープアップ、アメリカ大統領選のその行方、経済政策も絡めてというところでありました。